空挺突撃連隊は、ベルギーの戦いで、エヴァン・エマール要塞を確保し、クレタ島、東部戦線で戦った第二次世界大戦中の、ドイツ空軍の高架量兵部隊である。バルター・コッホ対エヴァン・エマール要塞ダッシュに参加した、高架量兵フリードリヒスハーフェン実験大隊は1939年11月2日に、第一高架量兵連隊の大愛大隊、第1中隊と、 大通大隊、公平正体の機関で編成されたが、すぐに指揮官のバルター・コッホ隊にちなんで、コッホ突撃大隊と解消された。コッホ突撃大隊は、アルベール運河を守る、近代的なエヴァンエマール要塞と運河にかかる3つの橋を確保し、ベルギー中央部への道を切り開くことを意図していた。防御部隊が驚き、 橋の破壊やドイツ軍への反撃ができないことを望んで、突撃部隊を静かに目標の直上に降ろせるように 17KGRZBV5 部隊の DFS-230 型軍用グライダーが使用されることになっていた。1940年5月10日のベルギー侵攻のために、大体は4つの突撃グループに分けられた。11機のグライダーに分譲した96名からなる。 ベトン突撃グループは7名死亡、24名負傷の、損害を出しながらもブランホーブンの橋を確保し、10機に分譲した90名からなる金の橋を確保した、愛禅突撃グループでは22名死亡、26名、負傷、少なくとも対空砲火で撃墜された1機には6名の、生存者しかいなかった。91名がわずか9機に詰め込まれ、 ベルド・ウェゼルトの橋に突入した、シュタール突撃グループは8名死亡、16名重傷、16名軽傷の代償を払い橋の確保に成功した。グラニット突撃グループは83名が11機で、要塞の上に降り立ち6名死亡、20名負傷で、要塞を無力化した。ベルギー軍は5月11日に撤退するまで、高下両兵に対して、 いかなる有効な反撃も行うことができなかった。コッホ突撃大隊は、フランス侵攻ではそれ以上の活動は実施せず、戦力回復のために、ドイツへ引き上げた。1940年秋にもう2個大隊が編成され、コッホ突撃大隊は、空挺突撃連隊として再編された。4つ目の大隊が1940、41年の、 冬に新設されたが、この大隊は、通常の不評連隊の重武装大隊に似ており 150mm デューガレート38単装ロケット弾、発射機 3.7cm パック36対戦車砲、ジベルジョズフラッグ38山岳高車砲を装備した、中隊と公兵中隊で編成されていた。詳細は不明だが、メルクール作戦当時には少なくとも、 白光火両兵大隊の第四位中隊に数門の対戦車砲が配備されていた。空艇突撃連隊はギリシャを呼び、ユーゴスラビアへの進攻の初期段階には投入されず、クレタ島進攻で必要とされるまで温存された。1941年5月20日に空艇突撃連隊、大愛大隊は、第一グライダー教習飛行団のユンカース150人に栄光された。 DFS-230 グライダーに登場して着地したが連隊の残りはマレメ飛行場の近くにパラシュートで降下したパラシュート降下した兵員は第2ニュージーランド風評師団のニュージーランド第5不評旅団のほぼ真上に降り立ち大損害を被ったしかし状況判断を誤ったニュージーランド第22大隊の撤退により翌21日 砲弾が降り注ぐ中、マレメ飛行場に強行空輸された第五山岳士団と協力してマレメ飛行場を制圧した。このクレタ島での戦いは戦争期間中に空挺突撃連隊が連隊位で戦闘活動を行った唯一の機会であった。空挺突撃連隊はすべての戦勝兵を入れ替えるのに数ヶ月を要し、 1941年9月27日に、赤軍の激しい攻撃に対するレニングラード南東の防衛強化のために第7航空師団が呼び寄せられた、時に損耗した第1高架量兵連隊、第2大隊の大隊として第2大隊がロシアへ空輸された。この大隊は1941年12月半ばに、第1高架量兵連隊が引き上げるまで居残った。 1942年5月に空挺突撃連隊、第2大隊は新設の第5高科量兵連隊、第2大隊に解消された。空挺突撃連隊の新たな役割である、精鋭の引けしとして、次に東部戦線へ呼ばれたのは、損耗した第2高科量兵連隊、第3大隊の代わりとなる第4大隊であった。 この大隊は、スターリンの周辺のドイツ防御陣を補強するために11月半ばに、ドイツを立ち、1942年3月17日に、連隊が、ノブゴロド地区に転出するまで、そこに止まった。結局、連隊は1942年6月6日から、ドイツへ帰還し始めた。大砲大隊は1942年10月に、フランスのにある、 訓練地域に移動し、一時的に空軍地上戦闘学校共同大隊と解消された。そこでは空軍の下級将校や下士官のための訓練学校の役割を果たした。1943年初めに空軍地上戦闘学校共同大隊は第6高科両兵連隊、第2大隊に解消され、第2高科両兵士団に編入された。 大愛大隊は1941年12月6日にスモレンスクに空輸された後、ドイツ軍の防御陣を支えるためにカルーガの西の地区に移動した。1942年5月に大隊はフランスへ提出し、最終的には1944年1月に第12高科量兵連隊大愛大隊に解消された。 空挺突撃連隊の本部部隊は大愛大隊に同伴してロシアへ行ったが、当器の赤軍の反抗により地上戦を強いられた多くの空軍部隊を統制する任務を負った。この部隊は1942年2月に空軍マインドル師団本部に解消された。この期間における第3大隊の活動記録は定かではないが、1942年1月3日に 第10中隊が第9軍の防衛強化のために、高架量兵機関銃大隊の指揮下で、ルジェフ地区に送られたことが知られている。第3大隊は1942年4月10日に、フランスへ転出し、1942年5月に、第5高架量兵連隊、第2大隊に解消された。ありがとうございます。